FRB は31日ベージュブック・築年金経済報告を公表しアメリカの経済活動はほぼ変わらなかったとの見方を示しました報告では経済の見通しについて少し悪化しているものの多くが拡大は続くと見ているとしています個人消費は多くの地区で横ばいもしくは増加していてレジャーやホスピタリティで伸びているということです 雇用については多くの地区で増加しているものの、一部で人員を削減していることなどで、これまでよりやや緩やかだったとしています。また、物価も上昇しているものの、多くの地区でペースが鈍化しているということです。